S, S 型潜水艦はソ連海軍の潜水艦の艦級。正式艦級名称は第9系列潜水艦スレドニアーやである。非公式のあだ名はスターリネツ級。一番艦 S-1 公式中1930年代、ソ連は海軍力増強のため大規模な艦艇建造計画を画策した。特に沿岸防衛用の潜水艦は重点整備用目とされ、 多数が建造された。しかし当時のソ連の技術力では十分な性能の潜水艦を開発できず、ソ連は他国からの技術導入を必要としていた。そのため、ソ連はバイマルドイツ共和国に目をつけた。当時のドイツはベルサイユ条約により潜水艦の建造を禁じられていた。ソ連はドイツ企業に造船所を提供し、国内の施設を 条約の抜け道として利用させる代償として、ドイツの潜水艦技術を導入することに成功した。その他にも、オランダ、イタリア、スペインなど、欧州各国と取引を行い、造船技術導入に努めた。ちなみに、当時のドイツ側も、欧州各国と接触し、ベルサイユ条約の監視を逃れるべく国外造船所の確保に奔走している。1933年に、 新型潜水艦開発計画が開始され、ドイツ国内で設計が開始された。そのため、本型は第一次世界大戦時のドイツ潜水艦の発展型というべき様態となった。初期のディーゼル機関は満車制であり、その他の電動機、蓄電池など各種装置の大半はドイツ製であった。設計は短期間で行われ、同年中には、 ソ連に設計図が引き渡された。本型は第9系列潜水艦と命名され、建造が開始された。しかし本型の製造にはドイツ製の生産設備が必要だったため、国内での建造数には限界があり、建造数は3隻に止まった。ソ連国内での大量建造を可能とするための改良型が第9回系列及び、第9改めに系列である。 改め型では、ディーゼル機関をはじめ部品の大半をソ連製に置換したもので、ソ連製の生産設備での建造を可能とさせた。ソ連の技術では、部品製造に困難が続出し、建造計画の遅延が頻発しながらも、大量建造に成功した。第9改め、改めに系列は、合計78隻が発注され、53隻が竣工した。 本型は冬戦争、第二次世界大戦などで運用された。当時のソ連潜水艦の中では最も完成度の高いものであり、ソ連潜水艦隊の先兵として活躍したが、17隻が沈没した。特に、主に上院の訓練不足などが原因で、嫌いに接触して沈没した艦が多かった。1950年代頃には退役したが、一部は、 中国海軍に譲渡され、1970年代まで使用された。ありがとうございます。